写真拡大。オリックス、ヤクルトオープン戦5日、京セラドーム。オリックスは5日、ヤクルトと今季初のオープン戦に臨む。試合前にスタメンが発表され、ドラフト2位、ルーキーの頓宮が6番、三塁で、侍ジャパンに追加招集された大城が9番、遊撃でスタメン出場する。オリックスの先発はアルバース、ヤクルトはブキャナン。両チームのスタメンは以下の通り。オリックス、1に福田に中、西浦さん1メネセス4左、吉田聖子、DH マレーロ、63、頓宮7右、小田8の若月9雄大城投手。アルバース、ヤクルト、1-1、坂口2、中青木3に、山田4、DH バレンティン5、右、雄平63、孫上7優、西浦8の中村9左、塩見投手。ブキャナン橋本健吾。天吾橋本。